今回は最強のまな板装備を使ってウィザー、エンダードラゴン、そしてウィザーストームを倒す。ウィザーストームは全てのブロックを吸収し爆弾を飛ばしてくる最強モンスター。果たして最強のまな板装備を使ってウィザーストームを倒すことはできるのか。みんな、僕が今からあの動いてる鶏をこの弓矢で倒せたらチャンネル登録と高評価よろしく。あーすまない。よーしよ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 し、みんなチャンネル登録と高評価ありがとう。それでよかったら今日の動画で面白かった場面をコメントしていってくれ。はい、じゃあ今回はね、最強のまな板装備を作ってウィザーストームを倒していきたいと思う。で、早速ちょっとね、目の前にウィザーストームがいるから、まず逃げる、まず逃げる。あのウィザーストームは近づくと吸い込まれて爆破させられるから、とりあえず距離を取る。で、今回は特別にこれね、クリックまな板っていうね、最強のアイテムを持ってきてるんだけど、これいろんなアイテムをね、複製できるっていうね、無限に複製できるから、これを使って最強のまな板装備を作っていきたいと思う。で、まあ例えばだけど、この木材あるじゃん。木材に対して右クリックすると、こうやってアイテムを、あ、待って、あ、待って、ちょっと待って、複製したアイテムが全部さ、ウィザーストームに吸われてるんだけど、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、まな板の強さが発揮できない、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっとまずいな。まずはウィザーストームを画面外から消さないとまな板で複製できない。よし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 、なんとか巻いた、なんとか巻いたから、今から木材集めていくよ。さあ、ちょっとね、早速まな板の能力で、はい、入っちゃった、来た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 、いいね、無限にアイテムを複製できると。じゃあちょっとね、早速作業で作って、木のつるはし、木の斧、木の剣を作ると。さあ、ちょっとね、お腹空いたから食料を調達する。あっ、ストライク、あっ、ストライク、さあ、ちょっとね、だいぶ食料集まった。ゾンビくん登場だけど、あったらーい。さあ、ちょっとね、洞窟も発見したから入っていこう。たらーい、たらーい。おっと、ちょっとスケルトン、スケルトン、スケルトンは効いてない、スケルトンは効いてない。ちょっと一旦肉をかじって、たらーい、たらら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 。おーし、危ない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 ね。さあ、クリックバライタで丸石を大量に集めていく。よし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 、大量に集めて集めて集めて、作業台で丸石じゃなくてかまど作って、で、かまどをまな板でレース、やばいやばい。さあ、かまどが大量、わー、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、かまどがやばい、かまどがやばい、かまどがやばい。さあ、ちょっとね、一旦肉焼いていく、肉。さあ、今のうちに石のつるはし、石の斧、石の剣を作ると。さあ、肉も焼き上がって耐久値を回復したんだけど、ちょっとこの先にスケルトンいたんだよ。あー、またいたまたいたまたいた。はい、作業台をちょっとね、複製していこう。これですよ、これ、ていていてい、オッケー。はい、石炭発見。さあ、石炭と棒で、はい、松明大量に作って、はい、ようやくね、明かりがついて周りが見えるようになった。さあ、ちょっとす、あ、待って、まさかの行き止まり。さあ、ちょっとね、別の洞窟来たから、今から鉄とかダイヤモンドを見つけていきたい。さあ、鉄発見、鉄発見したから回収していこう。はいはい、やばい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 、いいよ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 、鉄大量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 だよ。さあ、手持ちの鉄がもう64スタック2つ。じゃあちょっとね、かまどをね、大量に設置して、はい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 、鉄を焼いていこう。もうちょっとね、もう雑だけど、もうこんな感じでね、大量にかまどを置いて効率を高めていく。さあ、徐々に鉄が出来上がってきたから鉄回収。さあ、作業台で鉄のヘルメット、チェスト、ブーツ、レギンスを作ると。はい、まずはね、鉄装備一式完成。じゃあ次はバケツ作って、さあ次はね、ダイヤモンド、ダイヤモンド探していこう。さあ、まさかの珍しい村人ゾンビ発見。はい、さあ、さあ、ダイヤモンドは結構地下深くにしかないから、深く進んでいこう。さあ、火打ち石を今のうちに回収、水を回収しとく。さあ、ちょっとね、かなり深いし、もうこれね、 Y 座標ね、マイナス13以下来てくる、来てるから、ダイヤモンドがあってもおかしくない。あるか、ない。さあ、ちょっと金を発見したから、これもね、はい、来た来た来た。さあ、ちょっとね、そろそろ、あった、あった、あった、来た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 、いいね、あった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 。ダイヤモンドが落ちないように足場を作っていくと。はい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 、オッケー。待った待った、もう一体来た、もう一体もう一体もう一体来たけど、スプライスプライス、さあ、行く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 、あー、やばいやばいやばい、マジでマジでこれやばいやばいやばい、ちょっと取り放題取り放題取り放題、ダイヤの取り放題、いいねいいねいいね、オッケーオッケーオッケー。ゾンビめっちゃ襲ってきた、めっちゃ襲ってきた。さあ、さあ、さあ、早速作業台でまずダイヤモンドブロック作るじゃん。で、ダイヤモンドブロックと作業台で、はい、来た、まな板、作業台まな板。これね、どういうことができるかっていうと、こう置くじゃん、置いた上にこれブロック置くじゃん。そうすると64倍、576ってもうバグってんじゃんこれ。さあ、ちょっと大量にダイヤモンドを複製していく。それではね、ダイヤモンドのヘルメット、ブーツ、チェスト、レギンスを作ると。オッケー、さあ、来た、ダイヤモンド装備一式完成。はい、それじゃあね、さっきのね、作業台まな板を一旦ね、10個ぐらい作る。はい、来た。で、これでね、このまな板用フックってのを作るんだよね。で、このまな板用フックとまな板の作業台で、はい、来た。まずはまな板のツルハシで、次にまな板の斧で、次にまな板のシャベル
る。で、最後に、まな板の剣を作ると。さらに、まな板の剣、まな板のツルハシ、シャベル、斧で、はい、来た！まな板のパクセル！もうこれで、すべての能力がついた、まな板装備。もうこれがあればね、マジで負けることはない。はい、調理まな板ってのを作っていこう。でね、この調理まな板で、まな板を焼くとね、はい、来た！まな板の源。これどういうことかっていうとね、この源とアイテムをクラフトすると、はい、来た！ 64 倍になるというね。これでもう食料問題は一気に解決。いいね、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 やばいやばいやばい、もうね、大量にアイテムをゲットした。さあ、ちょっとね、一旦もっとダイヤモンドを回収しろ。はい、オッケー。作業台まな板が26個。じゃあちょっと水流して黒曜石にするじゃん。で、これを、はい、来た！いいね、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 いいね。作業台ってかね、クリックまな板で黒曜石を大量に増やしていく。ちょっとね、今のうちに黒曜石をワンスタックゲットしといて、ここにネザーゲートを作ると。さあ、ちょっとネザー来たんだけど、ね、周りにね、ブロックが多すぎて全然進めないから、ここはね、まな板のパクセルの力を使ってめっちゃ掘っていきたいと思う。これ、ディックレンジってのがあるんだけど、これは1回で掘れる量を表してるんだよね。で、これはね、攻撃範囲。攻撃範囲を最大にしとく。じゃあ今からね、これ掘ってくんだけど、でいっ、ああいいねいいね、やばいやばいやばい、ああすごい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 、めっちゃ掘れる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 、いいね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 、いいけどいいけど、ちょっと待ってね、めっちゃ掘れるんだけど、耐久値っていうかね、体力の減りがやばい。よっしゃね、オッケーオッケーオッケー、じゃあちょっとね、これ掘り進めてこ掘り進めてこ、よしよし、オッケー、いいねいいねいいよ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 、いいね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 、オッケーオッケーオッケー、待って、今さ、ブレイズいるってことさ、ここら辺にネザー要塞あるよ。さあ、たらら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 、いいね。さあ、ブレイズロットゲット。てかさ、もうさ、正直、ブレイズロット手に入ったら、もうネザーはね、用はないんだよね。用はないけど、まずウィザー。まず今回ウィザー倒すから、ウィザーを倒すために、ちょっと今からね、ウィザースキルトを探すんだけど、もしかしたら、ちょっとここにあったさ、ネザー要塞全部破壊しちゃったかもしれない。じゃあ、そろそろね、作っちゃいますか。最強の装備をね。さあ、まな板のレギンス、まな板のチェスト、まな板のブーツ、まな板のヘルメット。完成、来た！さあ、来た！まな板で私を追うて、いいね。さあ、まな板装備、フル装備つけると、まあ、見た目はね、変わらないんだけど、これすごい能力あるんだよね。まず、ヘルメットはね、これ、ナイトビジョンの効果あるから、夜でも暗くないっていうね。で、レギンスは、インビジビリティ。これね、つけると、まあ、こんな感じでね、自分のね、姿が消えるっていうね、能力持ってる。で、ブーツなんだけど、これ、ムーブスピードってのがあって、これをね、最大8まで、することができて、ジャンプブーストはジャンプ力。さあ、この状態になるとね、今、ちょっと僕は相当速いんだよね。待って、早いし、待って、落ちちゃったんだけど、まな板のね、装備をつけると、見て、ね、もうね、クリエイティブモードみたいに止めちゃうんだよね。あ、しかも、早い、ちょっと待って、早すぎて画面が追いついてない。やばい、ちょっと待って、今さ、いなかった？ブレイズいなかった？ブレイズがさ、もうなんか、ネザー要塞じゃないとこいいんだけど。さあ、ちょっとね、この速度で、やばい、ムーブスピードが速すぎて、ちょっとね、ネザー要塞がどこにあるか全然見ない。さあ、ちょっとやばい、なんだこれ、なんだこのゲームは、これちょっと、マイクラじゃない、これはマイクラじゃないよ。あ、やばい。あ、てかさ、気づいたらさ、岩盤の上来ちゃったんだけど、岩盤の上来てしまった。いや、これ岩盤も掘れんのね、やばくない？あった、ネザー要塞あったよ。ちょっと一旦、パクセルの能力をね、ディックレンジ、これを下げていく。めっちゃブレイズいるけど、すばらない、あやばい、一撃で全部のブレイズ倒した。さあ、ウィザースケルトンの頭は落ちてないか。しかもね、バラ板の装備はね、フル装備になると、無敵になるんだよね。あ、すまない！さあ、落とした？ウィザースケルトンの頭ない。あー、すまない！あー、やばい！早すぎる、マジで。早すぎるから、一旦スピードを収めよう。これぐらい、十分早い。ウィザースケルトン、あー、すまない！ちょっとね、ウィザースケルトン、痛い。あー、すまない！さあ、痛ねー、落として、すまない！オッケー、いいね。あー、待って、攻撃範囲が広すぎる。さあ、ちょっとね、ウィザースケルトンの頭1個ゲットできれば、まな板の源で64個で複製できるから、ちょっとどこだ？さあ、ちょっと今のうちに、ソウルサンド回収しとこう。これないとウィザーと戦えないから、あー、すまない！オッケー、いいね。けど、全然手に入らない。待って。てか、普通にさ、ウィザースケルトンの頭落ちてた。じゃあ、早速ね、ウィザースケルトンの頭と、まな板の源で、はい、来た！で、ソウルサンドも源で、はい、64倍にしていくと。あ、てかさ、エンダーマンいいんじゃん、エンダーマン。ラッキー。つらい！よーし、オッケー。しかも、エンダーパールをここで回収していくと。さあ、ちょっと今から、はい。ちょっとね、ウィザースケルトンってか、ウィザーを大量召喚する。1体じゃ、ちょっと相手にならないから、もうね、ちょっと、10体ぐらい作ろう、10体ぐらい。はい、いいね。さあ、ちょっとね、もう普通に空飛べちゃうから、
リエイティブみたいな感じだね。よし、じゃあね、ウィザースケートの頭置いてこう。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。はい、はい、はい。さあ、ちょっとね、ウィザー大量に召喚したんだけど、あーっつったらやっぱめっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。めっちゃ召喚した。ウィザーね、6体ぐらいかな。合計召喚したんだけど、まあ、つったら一撃で終わらせようかな。あー、すまない。タララ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 ラオッケー、いいねー。はい、もう楽勝。楽勝すぎるね。ちょっと待って待って。ほんとだ。マジで、まな板装備ってチートすぎる。さあ、ちょっとね、エンダーパールを、源で、はい、64個生成していくと。源使って、はい、64個。で、ブレイズパウダーとエンダーパールで、はい、エンダーアイが、はい、来た !64 個のエンダーアイを確保。じゃあ、今から、エンダードラゴン倒していくんだけど、黒曜石使っていこう。さあ、火打ち石使って入りましょう。さあ、ここはどこだ？ここは、洞窟だね。さあ、27×27 にして、はい、オッケーオッケー、いいね、一気に地上に出ることができた。もう神じゃん、これ。神になっちゃった。はい、じゃあね、エンダーアイ投げて、そっちね、そっち、オッケーオッケー。こういう時こそ、ムーブスピードを上げよう。スピードを8にして、これで移動すればね、超速いから。あー、やばい！早い！ちょっと待って、もう画面が追いついてないよ、これ。さあ、ちょっとこれ投げて、どこだ？あ、待って、引き返してはいない。さあ、ちょっとね、こっち方面らしいんで、こっち方面進んで、やばい、早すぎる！さあ、エンダーアイがそっちか。はい、そっちね。オッケー。任せろ、オッケー。どこ？まだそっちね。オッケー。まだこっちっぽいから、ちょっと進んでよ。オッケー。いいよ。進んで。さあ、ここら辺で投げて、あ、待って、引き返した。引き返したってことは、この間のどっかにある。さあ、ちょっとね、どこ投げても、この真ん中の山みたいなところ、ここで止まってるってことは、この下に溜まる。じゃあ、掘ってこうか。じゃあ、掘ってこう。さあ、掘るよ。あー、やばい、これ。掘る。あー、やばい、めっちゃ掘れる。さあ、これどうなってる、状況どうなってる、これ。あっと、下まで来て、これどこだ？さあ、まだ下掘ってこう。さあ、掘って。あったよ、普通にやったわ。あ、それ。さあ、ちょっとね、エンドポータルを破壊しないようにしないといけないから、ちょっとね、一旦パクセルは、ピックレンジを狭めていく。さあ、スポナー発見した、珍しいです。それ。さあ、ちょっとね、探してくんだけど、どこにあるかな？エンド要塞。さあ、ちょっとどこだ？エンドポータルどこだ？はい。おっと、エンドポータルがなかなか見つからない。さあ、あった！いいね、あった。さあ、ちょっとエンダーアイは1個埋まっている。さあ、つれ、まな板のパクセルでエンドポータルを破壊しないようにしないとね。あと、落ちちゃったけど大丈夫。オッケー！いいね！さあ、来たよ！エンダードラゴンどこだ？待って、エンダードラゴンのエリアさ、なんかちょっと変わってない？見た目ちょっと変わってんだけど。さあ、ちょっとね、まな板のパクセルと飛行能力で、はい、エンド破壊していく。いいよ。で、クリスタルとかさ、破壊しなくても、多分倒せるよね、これ。さあ、破壊しての、あ、てか、待って、なんかシュルカーボックスいいんだけど。はい、すまない。やばい！強すぎる、マジで。はい、さあ、すまない。やばい、もうなんかもう完全にもう神になってる。神モードになってる。はい、すまない。はい、これで、すべてのエンドクリスタル破壊したんだけど、あ、どうもこんにちは。あー、すまない、すまない、あー、やばい、マジで、瞬殺。強すぎる。ちょっとこれさ、マジで強すぎるな。あ、どうもすまない。はい、じゃあね、現実世界に戻ってきたんだけど、次はいよいよ、ウィザーストームを倒すよ。もうね、最初の方は、歯が立たないけど、今だったら、立てるはず。さあ、ちょっとウィザーストームの鳴き声がする、プラス、バーがで、あ、いたウィザーストームいたね。けど、ちょっとね、攻撃してくるけど、全然大丈夫。スピードが速すぎて、ウィザーストームは、僕捉えられないね。いや、1時間ぶりだな、ウィザーストーム。いや、本来だったらこれで、ね、ウィザーストームは、マジで、一瞬で吸い込まれて、爆破されて終わるんだよね。けど、まな板装備は無敵プラス、飛行能力があるから、全然攻撃を食らわないと。いやー、ちょっとね、ウィザーストームで僕のことをね、ちゃんと狙ってはいるんだけど、全然ダメよ。ちょっとね、差し入れ持ってきました。ウィザースケルトの頭。持ってきましたね。はい。やっぱりね、全部これ吸い込まれるね。これ全部吸い込まれちゃう。さあ、黒曜石も全部あげて。いいね。全部吸い込む。全部食べるよ。あ、お肉いりますよ。お肉もちょっとあげますよ。オッケー。マジで全部吸い込むな、こいつ。さあ、かまどくれてやる。かまど食っちゃっていいよ。さあ、だいぶね、僕の手持ちほとんど渡したから、そろそろね、勝負を決めに行きたいと思う。じゃあ、行くぜ。あー、つまない。待って、これさ、倒したのか、ちょっと待って、なんか吸い込まれてさ、全然動けない。つまない。やー
ますよーしよ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 し、いやー強かったなー、ウィザーストーブ、ウィザーストーブ強かったなー何これ、あ消えた消えた消えた、よーしいいね、やっぱりね、まな板装備強すぎるわ。てかさ、もう経験値がさ564っていうね、もうバグってるみたいになってんだけど。はい、ということで今回の動画は以上だ。動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。